リンクステーションホール青森は青森県青森市にある多目的ホール。設置時の名称は青森市文化会館。1982年に開館。構造設計は日建設計の現社長である岡本圭一が手掛けた。青森県最大となる2185席の大ホールは全国規模のコンサート、集会、学会などに利用できる施設であったが、 開館から28年経って老朽化が進んだことから、2006年4月から7ヶ月間、大規模な改修工事で休館し、11月にリニューアルした。改修によって、ゆとりのある座席を採用したため、客席数は2031席に減少したが、それでも劇場型では、東北最大規模の客席数を有する。 2005年には全国高等学校総合文化祭の開会式と合唱、吹奏楽部門の会場として2011年には全日本吹奏楽コンクールの大学、職場一般の部の会場として使用された。他にも多くの学会や全国大会が開催されている。2012年4月、命名権が導入され、リンクステーションホールは主人が投資説を指す故障となった。 2020年4月、指定管理者が、一般財団法人青森市観光レクリエーション、振興財団と、一般財団法人青森市、文化スポーツ振興公社が合併し、青森市文化観光振興財団となる。青森県青森指定町1-4-1、審査委員紹介。建築環境デザインコンペディション。東京ガス。2013年5月29日閲覧。 ありがとうございます。